ちゃっこんにちは、さゆたかさん、まあ、速報というか、またで す, またです。あのさ、はい、スマホって便利だな。便利ですよ。イタリアでさ、はい、空港に行くのに迷子になっちゃって、はい、世界で使えるんだな、あれ。スマホですか。スマホ、ええ、いや、ナビを。あ、使います使います。いや、で、言葉聞いても、はい、滑舌が悪いと何返ってくるかわからないんだよ。イタリア語もわからないしさ。はい、イタリア行ってたんですか。いや、夢でな。夢でもびっくりした。バイクにもつけれるんだな、あれ。いや、警備スマホ使え、で、いや、それでナビ代わりに行けるんやな。夢で見たんですか。もう苦しかったわ。帰ってこれんかと思って。夢で、夢で。いや、だから今ここ日本にいても、はい、世界、アメリカの出来事が瞬時に分かるんですよ。そこを言いたかったわけよ。で、ポッと夢を思い出したわけよ。そうなんです。そうそうそう。なぜかというと、大谷翔平選手が、はい、今日です、9号、10号に出て、すごいな、はい、これで2桁もう乗せまして、うん、さらに、これでホームランもトップに躍り出たというところで、はいはい、現在ですよ、両リーグで、はい、あの全てのタイトル網羅しております、はい、1位です。そうだね、何ら驚かないという。もうそうなってきましたね。もうね、異次元だから。ですね、彼は。そうです。いや、それで、はい、こういう話があるんだよ、うん、輪廻転生の話があって、うん、どうしました。それで、うん、みんな未来に生まれてくると思うじゃない。でも過去に生まれてくる確率もあるらしいんだよ、時代をたがえて、はい、大谷は、うん、未来人が俺過去に生まれてきて今、そっか、それでなんかレベルの低い現今の野球を、はい、まあ、どんどん進化していってるからね、うん、やってるんじゃないかなっていうふうにちょっと考えるようになっちゃったんだよ。だから例えで言うと、今山本由伸投手が昭和の中期ぐらいの野球にの方に戻ってプレーしてるような形です、ね、だからすごいすごいって言われる。だいたいすごいって言われてる人はそうなのかなっていう。過去からやって、あ、未来からやってきてるってことですね。そう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 、輪廻転生でもうその次元に入ってきましたね。いや、そうなんだよ。だからあと50年とか経ったら、うん、大谷クラスがゴロゴロいるんじゃないかなと思って。はあ、すごい世の中になってるんですかね。みんなピッチャーできちゃう。みんなピッチャーもバッターも。そうそう、すごいな。だから今からやる子たちはね、もうみんなね、二刀流っていう風になってきますよね。で、今日、はい、初対戦のフリードのまずはカーブをバックスクリーンに運ぶ先制の9号ツーラン、はい、これで2試合連発となるアーチで幸先のいいスタートを切ったんですけれども、はい、4対1で迎えた8回、はい、これ第4打席でミンターの初球のフォーシームをバックスクリーン左に運ぶということで、はい、これ飛距離が 141.4m、うん、今季最長、自身3番目の飛距離。もうね、うん、テレビででもそうだけども、はい、あの大谷の打った打球音って爆発音に近いな。バコーンって聞こえますよね。もう早いよ、カメラ追えないんだから。どこだってなっちゃいますからね。なあ、いや本当に その間についてますから向こう。いや、だからまあ大谷に高めを投げたらもうダメだな。持ってかれますかね。持ってかれるな、うん、確実に。そうですね、うん、まあ、それとやっぱライナーからフライになる、こうバットの角度を持ってるから、はい、ちょっと上がったらダメだな。入っちゃいますか。入っちゃう。いや本当に、もうだ、相手ピッチャーどこ投げてればいいんだろうって。今日も、3安打ですよね、うん、してるので、まあ、とりあえず低めのカット系を膝元に集めることだな、うん、相手ピッチャー。もうそれしかないわ。それで自打球3発ぐらい当たったらもう振るのが嫌になるから。痛くて痛くて。それ狙いですかね。いや、そのぐらいのミスショットを待つしかないっていう。高めにあーって抜けたら、はい、大体もうフライになって冷や汗かくよ、相手ピッチャーはね。そうですよね、で大谷選手のコメントですけれども、今日はまあ初めての対戦、相手ピッチャーとということもあり、うんうん、どういう感じで来るか分からなかったけど、まずは自分のスイングをしようと思いましたというふうに。いや、もうね、はい、大谷も俺も普通の人間だよっていうのを予想って言ってるよね。やめましょう。いやね、もうね、何でもいらっしゃいって、誰が何投げようがここら辺に来たら打つよっていう感覚だよ、もう。すごいな。だからもうね、打席に立っててカーブだのまっすぐだの呼んでないもん。何でもう。いや、だからもう足すっと出すじゃん、はい、ね、あ、ここら辺に来たらもう振るから。それで行っちゃうんですよね。いや、それで行くんだよ。いや、でもね、理にかなってる大谷のバッティングは、フォームは素晴らしい。崩れないというか、崩れないんですか。まあ、再現性が
高い？高いな。だから同じようなボール、同じ球速、同じようなところに運ぶよ。よいしょ言って。よいしょ言って、よいしょ言って。そのシーズン中に大崩れって大谷選手ってあんまりないような気がするんですけど。いやだから再現性があるし、そのフォームがもうがっちり決まってるし、うん、だから崩れようがないよね。で、例えば疲れとかあるよ、うん、でも二刀流やってる時の疲れから考えたらさ、うんうん、DH やってるなんて、うん、毎日はもう楽しくてしょうがないと思うよ。体力余っちゃってそうですよ、どうしようかなみたいな。でも湯田さんおっしゃってたようにリハビリ中なんですもんね。そうなんだそこね、リハビリな、そうリハビリ中なの。すごいよな。まあでもリハビリもなんか順調にな行ってそうだしな。そうですよ、ね、なんかあの映像を見たけども、うん、なんか非常に順調に行っていて、はい、まあ慌てることもないしな。まあ、そうですよね。今季はあの、ね、投げないっていう風になってますからね。やっぱりやめたって言っても文句言えない、これだけ打てば。そうですよね。いや本当に、いやだからその、ね、ドジャースと の、 その契約前にどこの球団行くっていう時に、はい、その二刀流ができないっていうことでどうなるんだ、引く球団出てくるんじゃないかなんて言ってましたけど、何のそのですね。ああ打つだけでもこれだけの貢献度があるんだよ。今両リーグでほぼ全てのタイトルトップ走ってますよ。八冠。ああ。ちょっと考えない。バチカンみたいに。バチカン。もうどうしてもイタリアに戻りたいんですよ。いやいやいや。いやでもなんかすごいなやっぱりな。すごいですね。でさらにその今季自身3番目の飛距離、さらに今季最長のあのホームランだったことについては。ボール自体が振るべきボールを振れているのがいいところ、あの方向に距離が出るのは状態がいい証拠かなというふうに思います、ということで。やっぱ勝負いくからね向こうのピッチャーは。いやここだけこれだけ打ったらある程度フォアボールも含めていろんなことが増えてくると思うんだけどさ、まあ後ろも打つしな。そうそう、だからエンゼルス自体の違いっていうのはそこですよね。だからホームランの数は確実に増えるよな。50本いくんじゃない？行く。あと50本は行きそうな感じするけどな。タイトルは最終的にどうなるんですか？三冠王だよ。2番の三冠王ってなかなか取れないからね。あ、そうなんですか？そりゃそうだよ。前に打点っていうのがあるじゃない。はい。やっぱり4番とか5番とか、うんうん、まあ3番も含めてかな、この辺りが取るべきタイトルだよね、はい、うん。これなんでかというとやっぱ打点っていうことを考えるとさ、2番だとやっぱ前にランナーがいないぐらいの感覚じゃない。まあ DH だから下位から回ってくればいいけど、下位打線というのはなかなかな、打てないから下位打線にいるわけだから、そこで大谷っていう風になると、大谷はもう打点も一人で稼いでこなきゃいけないし、チャンスメイクもしなきゃいけない。ここで三冠を取ったらお前とんでもない選手になるぞ。もうとんでもない選手なんだけど。そうですね、2番で三冠王っていうのは豊さん的にはこれまで。いやないよ、大体4番じゃない。まあ落合さんにしたって、うん、村上にしたって松中さんにしてもそうですよね。落合さんにしたってそうじゃない。そうですよ、ね、2番っていないか。うん、いないよ。確かにそうです、ね。まあバースが3番かな。そう、あそうか、うん、でもクリーンアップですよね皆さん。そう、もちろんもちろん、うん、そう、2番で三冠王取られた日にはどうなってんだっていう話になるよね。本当ですよ ね、 あのね、最初の出だしこそ状態どうなのかなとか、ちょっとホームラン今年どうなるんだろうってありましたけども、ここに来てグイグイ調子上げてきてるのは、それはやっぱりあの自分のペースというかが本来のこう状態に戻ってきてるっていうことなんですかね。いや奥さんのおかげだな。あ、それない、そうですね、精神的な、うん、まあ、いろんな春先に問題があって、うん、その時にやっぱり奥さんがもらってて、はい、そばにいてくれたっていうのもすごく大きいと思うよ。で奥さんの顔を見てるとさ、うん、本当なんかこう和らげてくれそうな、うん、すごくおおらかで包んでくれそうな、ほっこりとっていう、うん、大谷も包むだろうけども、なんか奥さんも包んであげてるような、うん、まあそんな感じがするからいい感じなんだろうね。そうですよね、うん、よかったね。よかったね。いやよかったと思うよ。それそうですよね、もちろん。そうですよね、やっぱ苦しかったと思うしね。だけどああいうところをね、奥さんがいてくれたっていうのは、すごい大谷ってやっぱ運が強いな、うん、まあ、運だけではないけどね、すごい強烈な星の元に生まれてるっていうのもあるんじゃないですか。そうだな。じゃあ、まあ、もちろん本人の、ね、努力が一番ですけど、プラスアルファいろんな巡り合わせってあるじゃないですか、自分ではどうしようもない。それあの日本ではね、最強って言われてるのは河合さんなんだよ。あ、やっぱバレーボールの。あ、え、バレーボールの、うん、え、
バレー部の河合さんっていう人が、はい、やっぱ最強の運を持ってるっていう、はい、この人がいるじゃん、あのゲッターズの皆さん、はい、ね、その人が言ってんだよ。夢の中出てきたよ、そういえば。違ったんですか。いや、あ、いたいたって追っかけるんだよ、河合さんも。で握手してもらうんだよ。などうしたのみたいなこと言われて、はい、いやいや、お前運が強いらしいから、ちょっと運ぶれみたいな。え、そんな最強の星の元が。いや、なんかあの人がテレビ番組持つと必ずその曲は3冠取るらしいよ。え、あ、そうなんですか。でフジテレビまず使われてて、はい、3冠取って4冠取ってみたいな、はい、そしたら何かの表紙にあの日テレに移ったらしいんだよ、はい、そしたら日テレがその年から4冠取ったという。だからすごい強運なんだよ、だから会長になってからバレー協会のオリンピックに行くでしょ、はい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 、とかバレーが強くなったでしょ。やっぱね、なんか運が強いらしいんだよ、あの人は。じゃあちょっと低迷してるところは河合さんを企業のイベントで呼んだりとか、うん、いや、だからもう苦しい球団は河合さん呼んでどことは言いませんが、ヘッドコーチかなんかこう置いてくれたらいいんだよ、大仏でいいから。そうですね、とりあえず大仏でいいから置いとくだけでもって。そう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 、そういう星のもとに生まれてる方ってやっぱいると思うんですよ。いや、それはいるだろうね、うん、まあ大谷もその一人だろうけどさ、すごいな、うん、だからなんていうのかな、いいな。いや、 やっぱり今年本当にここまで状態がいいっていうのは、まあ、もちろんプライベートもそうですけど、そのやっぱりその二刀流だけじゃなくてそのバッターに専念っていうのは、それはもちろんそうだよ、大きい、まあ、そこが大きいのと、うん、やっぱ三冠って言ってるけども、なんか全てクリアしてきそうだよね、うん、まあ、トリプルスリー、トリプルスリーの上行くな、多分だから40-40、うん、50-50 行くかもわからない。うわ、それすごいですね。いや、すごいだろ、うん、いや、それ行くかもわからない、本当に。いや、本気で走り出したらね、はい、ただまだちょっと自重してるというか、うん、打ってくれるから走らなくてもいいっていうような感覚なんだよね、まだ。そっかそっか。でもこれがね、佳境になってきて、うん、やっぱ一旦欲しいって言った時に、うん、大谷めちゃくちゃ速いな、足速いですね、この前ね、うん、普通のショートからだよ、相手も慌ててんだよ、やっぱ大谷が足が速いっていうの分かってるから、うん、バーンと投げたら間一髪だよ。大谷が打ってからちょっと詰まったんだよ、はい、だからショートが前に出てこなきゃいけなかったんだけど、うん、1歩目から切ったんだよ、はい、テレビでも分かったんだよ、うん、あ、これ面白いタイミングになるなと思ったら間一髪、うん、アウトだよ。アウトだったのか。そりゃそうだよ、お前そんな都合よくいったんだそっか、エイトマンじゃないの。それはそこまでは ならなかったんですね。ならなかった、ならなかったけど、うん、あれで間一髪かと思って。すごい身体能力だな。もうそうですよ、何してもですもんね、投げて打って走ってよし、ああ顔もよし、もう空気抵抗がないんだよ、顔にはちっちゃくちっちゃくてちっちゃすぎてね。そうでしょ、俺なんかお前こんな風を受けてお前走らなきゃいけない。そんなことない、そんなことないですよ。いや本当に、いやでもね、楽しみです。今年の本当終わった時の記録もそうです。あとそのドジャースで、はい、そのやっぱりこのね、世界一っていうところを目指すところに、そうだね、一番手の届くチームでできてるのもやっぱり充実してるんですよね。いや、それはモチベーションとしたら高いよね、うんうん、だからやっぱこれがね、全て手に入れるというさ、はい、WBC でも世界一になった、うん、ね、メジャーでも世界一になった、うん、日本球界で世界一、日本一になってるのかね。広島に勝ってる。あ、勝ってる、優勝してます。優勝してる。あ、じゃあもうだから広島が3連敗したけど、広島がやっぱ日本一になれなかったんだ。あ、その時に1回は日本ハムと戦ってるから、日本ハムはね、日本一になってる。もうコンプします。あ、コンプします、コンプリート。コンプどころじゃないよ完封なきまでに。もうそうだな。ただそのロバーツ監督が、あのドジャースの球団での日本人のホームラン記録、それを塗り替えた時にポルシェでしたっけ、フェラーリかポルシェ、車欲しいなって言ったら、あのちっちゃいミニカーをね、机の上に置いてくれててっていう、そういう粋な話で。大谷は背番号を譲っただけでポルシェプレゼントしたけどね。で世界一ロバーツ監督ももらってると思うよお前。そりゃそうですよね。フェラーリぐらいあげればいいのにな。逆にね。そう、でも乗れないけどね、スポンサーがいるから大谷は。そう、いろいろあるんですよねそうなんですよ。ただ本当に世界一になったら本当の車はその時考えますって大谷選手は言ってたみたいで。ああ、そう、もう何でも買えるでしょ、特別車だよね。そうですよ、もう本当にな、しいですけどね。まあでもそのね、実績も自分の努力でここまで積みね、もちろん掴んできてるので、うん、まあ、素質だけではね、はい、こうはなれないし、うん、まあ、大谷の裏の努力っていうのをさ、はい、まあ、一番知ってるのはダルビッシュだというふうに思うけども、はい、やっぱ伝え聞くとさ、うん、相当やってるね。
ですよね、うん、相当やってるし、やっぱりそれを見せないっていうところがね、うん、やっぱスーパースターだな。ですよ ね、はい、ね、この動画ではね、あの前回の時も運よく速報ですなんてありましたけど、我々も持ってるんじゃないですか、やっぱり我々じゃない、うん、俺が持ってる俺が持ってるということです、はい